おや、重そうな荷物をお持ちですね。手伝いましょうか？ああ、その荷物なのですね。資料は教室に置いてきてしまいました。今すぐに持ってきます。遅くなりました。さあ、参りましょうか。残念ながら見当たりませんでした。これではご不満ですか？興味を引きそうなタイトルを選んできたつもりなのですが。どうしました？ああ、そうです。忘れないうちに言っておきましょう。作業に役立ちそうな本と、それからカードも探してみます。ええ、デザインの参考になるでしょうから。タロットカードなんてどうです？これくらいできれば十分でしょう。いや、助かりました。昼休みが終わりますね。名残惜しいですが、教室に戻りましょう。読書に熱中しすぎて気づかなかったようです。はい。いいの。わかった。泉は怨恨により柊木を殺害。柊木の妹は様々な物証から犯人の泉を追い詰める。しかしその過程で柊木の妹は親友であった宝を永久に失うことになる。おやおや、ネタバレされてしまいましたね。
作業内容の説明を行います。表によると、みくるちゃん、ゆき、二人ともよく聞いて。あなたたちはシナリオの設定を考える作業ね。そうね、一つのことばかり考えていてはダメよ。そう、トータル的に物事を考えて、つながりを大切にするの。場所はここでやるわ。わかりました。了解。出かけるんだった。私が見てないからってみんなサボってちゃダメよ。要は要よ、平団員と違って団長はいろいろと忙しいのよ。じゃあみんなよろしくね。面白い例えですね。でも角があるヘラジカはオスだけですよ。キョン？喧嘩はダメですよ。だいたい夜道が危ないって言うなら、ユキだって帰り道が危ないじゃない。通学路に脅威はない。問題ない。脅威って、いや、まあ言葉の意味はずれてる気もするけど、とにかくすごい地震ね。
って大きい言って。目覚めた？ほら、朝ごはんできてるよ。はーい、さっか、シャミ。ようきょん、教室まで一緒に行こうぜ。なんだとはなんだ。おいおい、きょん、お前には鈴宮がいるじゃないか。それなのに他の女に手を出すなんて。そんな真似をするならいくら俺でもフォローはできないぞ。ことってそのまんまの意味だろ。おはようキョン、相変わらずまぬけずらね。どう？まあそんなことはどうでもいいわ。けど、私いいこと思いついちゃったのよ。で、今日は早速それを試してみようと思うんだけど。仕方ないわね。ああ、早く放課後にならないかな。全体的な作業の進み具合の報告をします。進んでいるわ。全体的に少し先行してるんじゃないかしら。今の感じを保っていけば結構いい感じになりそうだわ。よかったです。素敵なゲームを作りましょうね。余裕があるのはいいこと。それは喜ばしいことです。実際に作業している身としては少し安心しました。働きに来たってわけ？感心ね。じゃあ、私の作業を手伝いなさい。しっかりこき使ってあげるわ。
青で正しいわよ。その二人は内心で憎しみ合ってるから。優秀な姉と才能なく病弱な妹、心に抱えているものがあるはずよ。表面上は幸せ家族を装いつつ、極限状態でその本性があらわになるのよ。このおじとおいも遺産をめぐる関係である以上、争いは避けられないわ。個人的には好意があっても、王帝派と王子派が互いを後押しするの。してちゃダメよ。次はもっと上を目指しなさい。もう昼休みも終わりね。早く教室に戻りましょう。サボってちゃダメよ。ようはようよ、平団員と違って団長はいろいろと忙しいのよ。
か変になっちゃうな。できました。手伝ってくれてありがとう。今日もお疲れ様です。気味が悪いとはひどい言われようですね。一日の労働を終えての一般的な挨拶をしただけでしょ。それは昔からよく言われます。ちょっとそこ、男同士だけで話をしてるんじゃないわよ。気持ち悪いわね。そっちがそうするなら、こっちも女の子同士だけで会話をしてやるわ。ミクルちゃんとユキ、昨日の UMA 特番見た？ UMA？ 大間さんと何か関係があるんですか？ UMA、 未確認生物の略。あたしもやっぱりモケールムベンベだけは実在すると思うのよね。モケ…何ですか？やる気。キョン君にやる気を送り込んでるんです。待てー、シャーク
イテムがクセモノなのよね。削っちゃおうかしら。あーでもそうすると、決めた。なんだ、キョンいたの？全然気づかなかったわ。もしかしてあんた忍者の末裔じゃないの？ってキョンのくせにそんなわけないわね。やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？全体的な作業の進み具合の報告をします。あー、よかったです。理想的な推移、頑張った甲斐があります。
満足してちゃダメよ。次はもっと上を目指しなさい。画面に意味を与える、目立たないけど重要な作業よ。心血を注ぎ込んでの作業を期待するわね。場所はここでやるわ。了解。次に小泉くんは背景の作成ね。背景はてる入り口よ。だから大げさなぐらいがちょうどいいと思うの。ダイナミックな発想で作業してちょうだい。場所はここでやるわ。わかりました。それと、ああ、私はヨガって出かけるんだった。私が見てないからってみんなサボってちゃダメよ。ようはようよ、フラダインと違って団長はいろいろと忙しいのよ。それじゃあ作業開始よ。絵文字の意味がわからない。それは象形文字とどう違うの？絵文字というのは象形文字を体化させたもの。文字は文化背景によってそれ自体の情報量以上の情報を伝達する。そこまで洗練されたものに絵という文字以前のものを複合させるのはなぜ？進捗率を情報修正。あ、そうそう、明日の日曜日のことなんだけど、いつもの場所にいつも通り集合ね。遅れたら罰金だから、くれぐれも遅刻しないように。
やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？だらけすぎよ。家に帰るまでが遠足って昔から言われてるでしょ。やる気キョン君にやる気を送り込んでるんです。聞いたことあります。金星はよく UFO に間違えられるって。朝と夕に地平線近くを明るく輝いているからなんでしょうね。そうなんですか。鈴宮さん残念でしたね。どうやらぬか喜びだったみたいね。てるわよ。 UFO とかはまた別の機会に追求するわ。遅い！罰金！たとえ遅れてなくても、一番最後に来たやつは罰金なの！それが私たちのルールよ！だから、全員にお茶をおごること！キョン君、いつもごめんなさい。
いや、照れますね。買ってきた。鈴宮春日がたまには違う格好をしてこいと言った。キョン！いいわ。世の中の不思議を探しに行くわよ。半分けはいつも通り爪楊枝でくじ引きね。無印ですね。僕も無印です。無印。私が同じ班ということね。ふふん、覚悟なさいよ。何か見つけるまで絶対に戻ってこないからね。小泉くん、 SOS 団副団長としてしっかりみんなの行動を監視しておくのよ。ええ、お任せください。鈴宮さん、じゃあ行きましょう。今日この世の不思議を探しに。そうね、ここから行ける範囲だと商店街、図書館、並木道、それから公園ってとこかしら。あんたに選ばせてあげるわ。不思議なことに巡り会えたら平団員から昇進よ。謎は日常のどこに潜んでいるかわからないわ。ちゃんと気をつけて見過ごさないようにしないと。この裏路地が怪しいわね。異世界への入り口につながっていたりしないのかしら。確かめてみる価値はあるわ。キョン、なんでついてこないのよ。ふん、つまらないわね。向こう側に出るだけよ。言って損したわね。まったく何のための裏路地なんだか。裏路地が裏路地の本分を全うしていることに何か意味があるわけ？昔の人は言いました。異次元に飛べない裏路地はただの裏路地だわ。違うわよ。やる気を注入してあげてたのよ。どう？心の奥深くから何か湧き立つものはない？
何言ってんのよ。こういう地道な行動が重要なんでしょ。また機会を作って調査活動をするからね。それじゃ今日のところはこれで解散ということで。それじゃあ皆さん、さようなら。僕もこの辺で。ゲーム。人の興味を引くカテゴリーを把握するため参考として読んでいる。全体的な作業の進み具合の報告をします。みんな喜びなさい。ものすごく作業は進んでいるわ。このまますぐにでも完成する勢いよ。どんどんじゃんじゃん進めていきましょう。よかったです。理想的な推移、喜ばしい。頑張った甲斐があります。
効率が上がる。問題ない。装備とは、あった。エクスカリバー、正宗。了解した。できた。基準において階段上に装備設定を作成する必要がある。おおむね理解した。問題ない。修正してみた。目標を達成。教室に戻る。
生よ。説明は分かりやすく簡潔に。お第一に作業に向かってほしいわ。場所はここでやるわ。分かりました。それと、ああ、私はヨガって出かけるんだった。私が見てないからってみんなサボってちゃダメよ。ようはようよ、平団員と違って団長はいろいろと忙しいのよ。じゃあみんなよろしくね。伝説を用意する意義が不明。作成すべきは歴史では、過去の改ざんされた英雄譚に指したる意味はないと考える。なんとなく分かった。源義経がチンギスハーンになったという伝承を参考にすればいい。進捗率を情報修正。はあ、お腹減ったわね。キョン、晩ご飯は何なのよ。別にいいじゃない、答えても減るもんじゃないし。そういえばミクルちゃん、ゲーム制作で何か困ったこととかある？やあ、どうも。授業は順調ですか？あなたの成績には僕も試験のたびに心を痛めているのですよ。大いにあります。あなたは鈴宮さんに関わりのある人物ですからね。今のあなたの学力では彼女でなくとも憂慮するほかありません。試験内容の大半は授業中に全て回答が提示されています。先生の話をよく聞いてしっかりノートを取ってくださいね。
私の患者、今日あたりあんた指名されるわよ。なんなら出題範囲教えてあげてもいいけど。あら素直ね。でも素直なのはいいことよ。やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？じゃあ教科書出して。そうね、多分ここが出るわね。あとキョン、ここの引っ掛けは絶対に押さえときなさいよ。気にしなきゃ、あんたなら絶対に引っかかるとこでしょ。全体的な作業の進み具合の報告をします。みんな喜びなさい。ものすごく作業は進んでいるわ。このまますぐにでも完成する勢いよ。どんどんじゃんじゃん進めていきましょう。わあ、よかったです。理想的な推移、喜ばしい。頑張った甲斐があります。効率が上がる。問題ない。注入。やる気の上昇に効果。どう？指示された絵の構図の良し悪しが判断できない。このままでは作業を進めることが困難。一度実際に二人で構図のポーズを取りたい。男性が女性を両手で抱きかかえる構図。検索の結果、一般的にその語句が用いられると判明。協力して。難
良いイベントへの構図を決めろと言われている。どういう構図が良いのかが判断できない。目標を達成。教室に戻る。団員と違って団長はいろいろと忙しいのよ。じゃあみんなよろしくね。本当ですか？ありがとうございます。キョン君、一緒に頑張りましょうね。
聞く CD がたくさんあって楽しみです。あ、もちろん明日には返しますね。じゃあちょっと湯飲みを洗ってきます。できました。手伝ってくれてありがとう。今日もお疲れ様です。それはそれは大変結構なことですね。とんでもありません。ゲーム制作への貢献度は僕などあなたの足元にも及びません。あなたの働きでゲームのクオリティが大きく左右されますからね。まさかそんなことはありませんよ。理想的な推移、喜ばしい。頑張った甲斐があります。
おや、こんにちは。まあそうなんですが、よろしければお手伝い願えませんかね。ご協力感謝します。さて、それでは行きましょうか。いや、このように近づいた面を送ることによってですね、相手にやる気を起こさせることができるんですよ。しっとりとしていい音楽じゃないですか。あなたにこんな才能があったとは驚きですね。ずっと聴いていても決して飽きることのない素晴らしい曲です。純粋に感じたことを口にしたまでです。僕は今まであなたのことを誤解していたようです。今日のこの日を記念日にしてはいかがでしょう。この曲のタイトルは何て言うんですか。それはもったいない。ぜひこの曲にぴったりの卓越したタイトルをつけてください。楽しみにしています。これくらいできれば十分でしょう。いや、助かりました。昼休みが終わりますね。名残惜しいですが、教室に戻りましょう。キョン、いやそうじゃなくて、一つ疑問があってな。疑問？ほら、女子の弁当ってさ、なんであんなに小さいんだろうって。あんなんで食った気になるのか。ダイエットとかそういうのじゃないの。いや、それだとあんなに。Thank you.
よそ見しない。さそうね、まずはユキ、あなたはサウンドの勉強をお願いするわ。何事も初めの一歩が大事って言うじゃない。ここで参考にするもので完成品の持つ深みが違ってくるような気がするわ。場所はここでやるわ。了解。次に小泉くんはシナリオのあらすじを考えてもらうわ。これまで生きてきて得た人生経験がついにここで役立つのよ。思う存分イメージを膨らませて考えてちょうだい。場所はここでやるわ。わかりました。それと私の作業は、どんな作業でもパパッと片付いちゃうから大船に乗ったつもりでいていいわよ。それじゃあ作業開始よ。いいわよ。ただしやるからには妥協はなしよ。ちょっとちょっと、まだ何も思いつかないわけ？話のネタぐらいパパと考えなさいよ。仕方ないわね。こうなったら、ミクルちゃんにいろいろと可愛い衣装を着せるのよ。目の前にラブリーな子がいればアイデアだって思いつくでしょ。冗談よ、本気にしないでよ。あー、でも少しぐらい見たかったかもしれないわね。お疲れのようですね。まあ確かに授業というのはある種の拘束ですからね。精神的にも肉体的にも様々に不要なストレスがかかります。けれどこの場合、耐える以外に手段はありません。頑張ってください。それは何よりです。教室は違えど僕もまた同じ苦難に耐えています。共に乗り越えましょう。
やあキャン、こんなところで会うとは奇遇だな。おお、つまりだね、当たり前のことをあえて奇遇ということで。いや、そういうことを詳しく解説しないでくれ、お願いだから。なんか晒し物にされてる気分。いや、今のは今日も悪いぞ。おいおい、奇遇ってここは肛門だろ。ってキョンが笑えば朝の軽いジョークとして成立したとは思わんか。何よキョン、寝不足？何言ってるの？ SOS 団の団員ならそんなの当たり前でしょ。寝る間も惜しんで団長である私の命令に従うの。何？なんか言いたいことある？全体的な作業の進み具合の報告をします。みんな喜びなさい。ものすごく作業は進んでいるわ。このまますぐにでも完成する勢いよ。どんどんじゃんじゃん進めていきましょう。よかったです。理想的な推移、喜ばしい。頑張った甲斐があります。おや、こんにちは。こんなところで会うとは奇遇ですね。まあそうなんですが、よろしければお手伝い願えませんかね。ご協力感謝します。さて、それでは行きましょうか。このように近づいて念を送ることによってですね、相手にやる気を起こさせることができるんですよ。ここだった。おいおいキョン、なんだよって言いたいのは俺たちの方だぜ。約束してたじゃないか、今日は一緒に付き合ってくれるって。やっぱり忘れてたんだね。
うだったんだよ。いいから付き合え。お話になりませんね。こんなことでは鈴宮さんの機嫌を損ねてしまいますよ。昼休みが終わりますね。名残惜しいですが教室に戻りましょう。早速お茶を入れますから待っててください。朝日奈さんがまだいらしてないからですが。お茶欲しいの。ただし、やるからには妥協はなしよ。サブイベントのことよく書けてるでしょ。そうかしら。短いよりは長い方がいいでしょ。だってしょうがないじゃない。書いてたらイメージがどんどん湧いてきちゃったんだし。どっちも面白いのなら。だったら今日あんたが短くしなさいよ。短くしろって言ってるのはあんただからよ。
くしてちゃダメよ。次はもっと上を目指しなさい。情報というのはある流れの中にいれば必ず届くものです。不可能ではありませんが、それをする理由がありませんね。ご希望でしたら調査しましょうか。どうやら根本的に誤解があるようですね。あなたの興味を満たすお手伝いができればと思ったまでですよ。ちょっとそこ、男同士だけで話をしてるんじゃないわよ。